皆さんこんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりヨウムだにょん。サバロックチャンネルへようこそ。今回は現役ドライバーシリーズ第7弾、マッツ・オストベルグ。リクエストありがとうございます。コースはクロアチアの、ルードリバース。100% ターマック。使用するマシンは、シトロエン C3 ラリー2です。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは練習風景からご覧ください。申し訳ないんだが。どうしたにょん？尺が全然足りなくてね。え？取り直す時間もなかったからな。最後におまけとしてなんだが、次回予告的なので尺を足させていただいてます。投稿に向けて練習している風景でご勘弁願います。ズルしてるにょん。ってことで、早速語らせてもらうぞ。お願いします。マッツ・オストベルグはノルウェー出身、1987年生まれの現在34歳。2004年にスウェーデン国内ラリーで、オペル・アスコナミノリラリーデビュー。2006年には父親の盲点が代表を務める、アダプタワールドラリーチームに所属し、プロドライブが整備するインプレッサ WRC に乗り、第2戦のスウェディッシュラリーで WRC デビュー。インプレッサで WRC デビュー。デビュー戦の結果は31位で、その後2戦に出場し、第7戦サルディニアはリタイア、第16戦ラリー GB は11位。あ、どうやら練習が終わったようです。リアルゴールド XY。Z が出るなら声優の大御所かな、と予想しているウプ主が、今、スタートです。まあ、出ないだろうけどな。出たとしても違うと思うわ。さて、話を戻させてもらうぞ。お願いします。2007年は6戦出場。第2戦スウェディッシュラリーの SS16 では、初となるトップタイムをマークし9位。第9戦フィンランドでは、8位となって初入賞を獲得。そしてノルウェー国内選手権にフル参戦し、7勝を挙げて国内チャンピオンとなってるぞ。国内チャンピオン。WRC でも少しずつ結果を出し始めているね。2008年、2009年と3年連続でノルウェー国内チャンピオン。3連覇。スバルは2008年で WRC 撤退してしまったが、2010年の規定変更で、インプレッサが使用できなくなるまで、オストベルグはインプレッサで戦い続け、2008年は入賞はなかったものの最終戦ラリー GB では、惜しくもリタイアとなってしまったが、WR カーデビューしたばかりのセバスチャン・オジェと、首位争いを繰り広げる活躍を見せてるぞ。もう首位争いしてる。オジェもね。2009年は7戦出場し、ポルトガルで6位、サルディニアとアクロポリスで7位。2010年は6戦出場し、ポルトガルとフィンランドで7位。モンテカルロで8位、ラリー GB で9位と入賞完走を続け、このラリー GB での入賞は、WRC におけるインプレッサでの、最後のポイント獲得として記録を残しているぞ。それでスバル最後の男なのか。サムネに書いてあったね。2011年からの新 WR カー規定に移行する関係もあり、フォードフィエスタ S2000 で、2010年のドイツランドとフランスや、国内ラリーにテスト的に参戦。手応えを感じたオストベルグは、フィエスタ WRC で戦うことを決意。ついにインプレッサとお別れ。規定だから仕方ないにょん。そしてフォードのサテライトチームである M スポーツストバートに移籍し、フィエスタ RSWRC に乗り、初戦のスウェーデンでは、序盤で3度のトップタイムを叩き出し、SS10 まで首位を走り、SS11 でミッコヒル5年に抜かれて首位を譲ってしまったが、そのまま2位でフィニッシュ、初の表彰台を獲得したんだ。初表彰台来た。そして最終戦のラリー GB でも、初日は振るわなかったものの、徐々に順位を上げていき、2位となり、2度目の表彰台を獲得。この年は、2度の表彰台を含む8度の入賞を果たし、年間ランキングは6位。並行してノルウェー国内選手権も参戦し、3勝を挙げてチャンピオンとなっているぞ。すごい活躍。翌年の2012年は再びアダプタチームに戻り参戦、マシンは引き続きフィエスタ RSWRC。この年の初参戦となった、第2戦のスウェーデンで3位となり好調なスタート。第4戦ポルトガルでは、独走するミッコヒル5年を無理に追わずに、SS11 からの総合2位をキープする作戦で走り切り、終了後にミッコヒル5年のシトロエン DS3WRC に公認未取得のクラッチとタービンホールのオーバーサイズが見つかり失格。順位は繰り上げ2位だったオストベルグが1位となって初優勝を掴んだんだ。ドラマチックな初優勝。その後もアルゼンチンで3位など、この年に参戦した11戦を全て5位以内で完走して、年間4位でフィニッシュ。全部完走入賞はすごすぎる。翌年の2013年はカタール M スポーツに移籍。フォード勢のエースとして、スウェーデンとフィンランドで3位をはじめ、13戦中12戦で入賞完走したものの、前年を下回る年間6位となり、同じフォードでも、オジェとチャンピオン争いを繰り広げ、2位となったムービルに注目が集まる結果となってしまったんだ。ゴール。それは残念。完走率はすごいのに。2014年はシュトロエンに移籍。ローブが引退したことで空席となったシュトロエンのエースの座を、同じ年に移籍してきたクリス・ミークと争うことに。クリス・ミークの回もご覧ください。第4戦アルゼンチンで岩の上をドライブした後にスピンし、ステアリングホイールで親指を骨折してしまうアクシデントもあったが、サルディニアで2位、スウェーデンとポルトガルとラリー GB で3位の表彰第4回を含む、9回の入賞完走で、年間5位となり、7位だったクリス・ミークを上回る結果を残したぞ。新たなシュトロエンのエースだ。翌年の2015年は、第3戦のメキシコでトップを独走するセバスチャン・オジェを追いかけ、アンドレアス・ミケルセンとはついに番手争いをし、3度のトップタイムを出す活躍で2位。続く第4戦アルゼンチンでは、チームメイトのクリス・ミークと共に快調な走りを見せ、クリス・ミークが悲願の初優勝、オストベルグが2位となり1-2フィニッシュを飾ったぞ。2大会連続2位。第8戦フィンランドでは3位となり、3度の表彰台と、その他にも何度も表彰台争いに絡む走りで、フォルクスワーゲンのオジェ、ラトバラ、ミケルセンに次ぐ、年間4位でフィニッシュ。フォルクスワーゲン軍団と渡り合ってたんだね。2016年はシュトロエンがワープス休止となったこともあり、再び古巣の M スポーツに、第2戦スウェーデンと第3戦メキシコで2戦連続3位となり、好調なスタートを切ったが、その後はマシンとの相性に悩まされ不調に。第6戦サルディニアでは久々に好調な走りを見せたが、3日目にオーバークレストを抜けたところの石にヒットしてリタイア。表彰台からは遠ざかってしまい年間7位でフィニッシュ。2017年は M スポーツが予算削減で縮小してしまったため、ワークスシートを失い、プライベーターとしてマーティン・プロコップとコンビを組み、アダプタモータースポーツから参戦。さらに古巣のチームに戻ったんだね。マシンは M スポーツからフィエスタ WRC の供給を受け8戦に出場。最高位はカタルーニャの5位と、表彰台に上ることなく年間15位。実力が出し切れなかったのか。翌年の2018年は再びシュトロエンから声がかかり、第2戦スウェーデンにスポット参戦。6位入賞し、ポルトガルとサルディニアも追加参戦が決定。ポルトガルで6位、サルディニアで5位という結果だったが、クリス・ミークがクラッシュ頻発により解雇されたため、入れ替わりでシュトロエンのセカンドドライバーに採用されたんだ。そうだった。その後、第8戦フィンランドではラトバラとの接戦を制して、2年ぶりの表彰台となる2位を獲得。最終戦のオーストラリアでは初日にトップを走るものの、天候が荒れたこともあり一時は4位まで順位を落としたが、最終戦に追い上げて3位。この年の前半はスポット参戦ながらも、年間ランキングはシュトロエンでは最上位の6位。すごい。2019年はシュトロエンのスポンサーが変わってしまったことからシートを失ってしまったが、WRC2 内の新クラスとなる WRC2 プロに、シュトロエン C3R5 で参戦することが決定。スウェーデン、アルゼンチン、カタルーニャでクラス3勝を挙げるものの、カッツェロ・バンペラがライバルを圧倒する速さを見せ、5勝を挙げチャンピオンとなり、オストベルグは2位。2020年はシュトロエンがワークス撤退してしまったため、サテライトチームの PH スポールから引き続き WRC2 に参戦。ポンタス・ティデマンドと首位争いを繰り広げ4勝を挙げて WRC2 チャンピオンとなったぞ。やっぱりすごいわ。2021年は互いレーシングテクノロジー WRT から WRC2 に参戦。アンドレアス・ミケルセンと首位争いとなり、初戦のクロアチアで優勝したが、3勝を挙げたミケルセンに敗れ、年間2位でフィニッシュ。そして現在は、トップカテゴリーへの復帰を目指しながら、世界各地のラリーにスポット参戦しているぞ。お疲れ様でした。現役ドライバーシリーズ第7弾、マッツ・オストベルグ、いかがだったでしょうか？最近ではシュトロエンラリーチームハンガリーからハンガリー国内選手権に参戦し2勝を挙げ現在トップ。そして4月に行われたメキシコのラリーオブネーションズグアナファトに、シコダファビア R5 で参戦して優勝しているぞ。荒井宏樹選手も参戦した大会だ。荒井選手のサインもらった子供が嬉し泣きしてさよな。それでは今回はこの辺で。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。